はい、ありがとうございます。先ほどまではちょっと協力隊夫婦にいろいろ聞いてみようコーナーのところで、いわゆる付き合ったきっかけ含めてちょっとお聞きしたんですけど、この動画では協力隊同士で付き合うメリットとかデメリットみたいなところをちょっと挙げてもらいたいなと思ってて、女性側からしたら協力隊の男性ってメリットって何ですか？とにかく行動的、行動力があるね。確かに確かに。海外怖いから行かないみたいなのはもう絶対ない。絶対ないね。確かにそうです。でもう、考えるより先にとは言いませんけど、もう考えて詰まっちゃったらとりあえずやってみようみたいな。やってみようよね。行動力が。それは 100% そうですね。でも行動がぶっ飛んでる時ありますね。あんまりないです。あんまりないんだ。リスク取るタイプ。そうなんだ。逆に私の方があんまりリスクを考えないタイプ。あ、そうなんですね。男性目線から見てメリットデメリットなんかあります？そうです。協力隊だからかちょっとわからないですけど、意見をすごい言うんですよね。なるほどなるほど。こう生きていく中でこうなんか大事な場面とかでちゃんと言ってくれるんですよね。あ、そうなんですね。そういうところはでかいかなと。ええ。あ、じゃあちゃんと意見を言ってくれると。そうですね。じゃあ自分を持ってるんですね。自分の考え方とか。喧嘩とかにならないですか？いや、なんて。やっぱ謝らないといけない。負けちゃうんですね。今でもこれメリットです。まあメリット、もちろんメリットですよね。そうね。デメリット上げるとしたら、謝っちゃうと思う。メリットはやっぱり自己主張がお互い激しい。まあぶつかり合うね。謝るって言うけど、謝るのに時間は要します。ちょっと待って。どっちも謝るわけじゃなくて、遠藤さんが謝る。そうですね、なんか謝らないみたいな。なんか話解決しても、ちょっとやっぱ不機嫌なところが。めっちゃ面白いんだけど。話が終わってるんだけど、ごめんなさいが必要なんですよね、どっか。金銭感覚の違いとか大丈夫ですか？まあ、ない。特にはないんだね。住む場所とか、そういったところもないんですかね。うん、住む場所ないね。なんか協力隊自体の方が本当にコンパクトじゃないですか、皆さんが。あれが不満だった人だったらちょっといろいろ学べると思うんですけど、あるもので結構楽しく 120% いくぐらいの感じのスタンスなので。なるほどね。許容ができるよね。どこでも楽しめる感あるもんね。確かに。ちなみになんですけど、直近であった喧嘩とかってちょっと聞いてみたいですけど、どんな喧嘩なんですか？でも遠藤家危機が、遠藤家危機あった。遠藤家危機ね。あったか。これからこう目指していくもう調整員っていうものを目指しているんですけど、そのために多少こう語学を頑張らなくちゃいけなくて、なかなかスイッチが入らなくて、でスイッチいつ入るのみたいな、いつ入るのってもうボタンを押してくれるんですね。至る所にあるのかないのかわかんない。押されまくる。はいはいはい。ちょっとね、結構してます。それから、それは確かに謝んないですね。もうでも、それは、もう僕からしたらめちゃくちゃポジティブで、後押ししてくれるっていうところじゃないですか。そうです。全く関係ない喧嘩とかあります？あんまないんだ、そこは。ない。ってことは、それはそれでめちゃくちゃメリットですよね。自分の人生設計とか、家族の人生設計っていうところにおいて、めちゃくちゃ喧嘩するんですよね。あ、そうですね。それはめちゃくちゃいいですよね。それはじゃあメリットでしかない。コンさんが聞きますね。いいところは、今は特に子育て協力の仕方はもう最近見かける、見た目だけのイクメンとは違ってちゃんとしっかり仲間で関わってくれてるので。そうですね。だからおむつ変えたりとかもううんちとかも全然こういとわずにやってくれるので、いい組み合わせ。うわ、すごいですね。じゃあここまでにしてください。まだあるよね。もう少し改善してくれたらもっと好きになる。むしろポジティブですから。そうです。そこはちょっと聞きましょう。集中力。いや、ちょっと待って、集中力ないですか？いや、めちゃめちゃあります。はい、めちゃめちゃあります。どういうこと？集中力っていうのはどういうことですか？ないですよ。それは例えば勉強にしろ何にしろ5分間こう続けるっていうのがなかなかできない。行動的すぎて。ちょっと待って、ゴールよ。まあそうか。私が集中して作業してる時もずっと横から話しかけてくる。ちょっと集中してるからやってみたいな。私、あなたも集中して。逆もありますからね、遠藤さん。はい。遠藤さんがポンさんから直してもらいたいところもあるんで、まずいいところはちょっと聞きますね、先に。でも子供が生まれて、うん、結構大変なんですよね、やっぱり育児とか。そうですよね。パンパンなんだろうなってオーラを出しながらも、うん、ゆとりを持ってやってくれてるんですよね。外で仕事して帰ってくる自分と、うん、まあ内側でちょっとフリーランスやりながら育児もしながら大変なんですけど、うん、それを前と同じようなちょっとしたこうちょっとした余裕感をずっと出してくれてるのはすごいなって。しかもだって外に出られてるんですもんね。そうですね、会社に、まあ、在宅結構多めにしてもらってますけど。そうなんだ。ここだけなんで大切にしてほしいところも言っていいですよ。はい、結構ガチでないかもしれない。え、マジ？そうなの？じゃあもうちょっとなんか自分にご褒美あげてもいいのかなとはなんか言うんですけど、うん、いいっていうタイプなんですよね。そこはずっと気にしてる。それは例えば美味しい料理とかを言ってきていいよとか。そうですね、もう本当にちょっと子供預かってるからエステ行っておいでよとかいうのになかなか行かない。行けばいいのにっていう。面倒い。面倒いな。トイレの時間をなるべく抽出しようとしてもなんかなかなか外には行かなかったりとか、まあ行きたくないのか。それは面倒くさいからですか？そうです。面倒くさくなって。もうちょっと羽伸ばしてもいいのかなって。自由にやってもいいよと。ちなみにちょっとじゃあ、最後に聞いてみたいんですけど、協力隊同士の結婚っておすすめします？おすすめするとしたら協力隊で行ってた時期か、それとも帰ってきて結婚した方がいいのかというとどっちなんですかね。ちょっとそこも含めてちょっと聞きたいんですけど、どうですか？結婚まで考えるんだったら、帰ってきてからかなって思いますね。男性目線からどうなんですか？まあ自分帰ってきてからの方がいいかなと、落ち着いてからでいいかなっていう。まあ採用通知ちゃんともらってね、それ見せてね、ちゃんと職がありますよって。ちなみにヨルダンで何割ぐらい結婚せず別れちゃうもんなんですか？ほぼほぼですよね。最後結婚してるっていうのって聞いてもなんか2、3組とかそういう感じですか？そうなんだ。もう日本に帰って多少落ち着いて結婚っていう踏ん切りをした方がいいよと。そうですね、何があるかまだわからない。協力でも通過点っぽいとこあるじゃないですか。満足しちゃいがちなんですけど、日本に戻ってきて何やろうっていう方も確かにいらっしゃるもんね。はい、ありがとうございます。っていうところでちょっと協力隊夫婦のちょっと切実なところをお聞きしたんですけど、もう言い残したことないですか？お互い大丈夫ですか？後ではいきっと怒られるかもしれない。そしたら謝る準備をしておきます。そしたらもう取材しに行く。ちょっと何で怒られたんですかね。ネタ取って。はい、というところでちょっと本日はありがとうございました。ありがとうございました。